今日の話は斉藤ひとりさんの俺の人生という本の中からガム式経営という話です。素晴らしい話を聞いたり本を読んだりしてその時は心打たれてよしこの通りやってみようと思うのにすぐ忘れちゃう人がいると、そういう時はどうしたらいいですかっていう質問はよくあると聞かれるんだけど、それはそういう人生なんだよと。あなたはそんなに困ってないから別にその本に書かれていることをしなくてもいいってことなんです。要は自分に必要ないからすぐ忘れちゃうと。本当に切羽詰まってたら忘れないわけですね。であなたに必要なのはもっと別のことだっていうことです。だから私の本を読んでもすぐ忘れちゃうんだとしたら学ばなくたっていいんだよと。それよりも人の悪口言わないとか人を褒めるようにするとかその人に合ったような修行があるんですよと。でまあ、これは人間もというのはですね千差万別いろんな人がいますからねという話です。で、ひとりさんはですね自分は人生っていうのは外れがなくて当たりばっかりだと思ってるんだと。だからそういう人生を歩んでる。だけど人生ってそう甘いもんじゃないと思ってる人はそういう人生になります。千に三つ当たればいいと思ってる人はやっぱり千に三つしか当たらない。だからそのこうみんな そういう人はですねこういうその、私はこれを、それを聞いて読んだ思い出しましたけれども、松田幸之助さんはですね、ナム式経営の講演をしました。その時にですね、一人の聴衆として京セラの稲森さんがいたんですね。でダム式経営っていうのはダムがいつも水をたたいているように何か緊急なことが起きても余裕を持って経営できるような蓄えが必要だっていう教えなんです。で講演の後ですね、聴衆の中の一人が質問しました。今の自分には余分な資金も蓄えもないけれどもどうやってそれを貯めたらいいんですか。すると幸之助さんはですね蓄えが必要だと思わなきゃ飽きまへんなと答えたんですね。で聴衆からは失笑が来た。そんなこと分かってると、誰でも分かってる。でもその方法が分からないから聞いてるんじゃないかっていうようなことなんですね。しかし稲森さんだけは全くその通りと、素直に深く感動してまだ小さかった京セラを高収益の大企業にしたと。何千人という聴衆の中でこの教えを実践したのはおそらく稲森さんだけだったと。我々は素晴らしい講演を聞き魂に響く本を読んで感動するけれどもそれを本当に実行する人はわずかなんですね。ひとりさんは要は自分に必要ないから忘れちゃうっていうふうに優しく言ってるけどあなたはそういう成功する法則を必要としてない人なんだよねってバッサリ切ってるってことなんです。実際どんなに素晴らしい講演でも本であってもその人が本気で必要としてなければすぐにきれいさっぱり忘れちゃいます。そしてそういう成功法則をですね否定したり非難する人はあなたはそう思ってんですね、まあ、じゃだったらいいじゃないですかそうすればいいじゃないですかということなんです。自分の人生どうなろうと、まあ、自分の勝手でってことですね。じゃあ今日はこれで終わります。